ヘヒです。ママです。ルカです。リゴです。最強クイズ集団カプリチオチャンネルです。よろしくお願いします。そしてゲスト、コウちゃんお越しいただきました。やったー、コウちゃんだ。はい、どうも、絶好調のコウちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。コウちゃんとはね、うちのメンバー全員つながりがあって、そう、まあ、一番ももさんと遊んでるからマダミスマージャン、そうだね、そうかもね。僕も脱出ゲームとかマージャンやって、うん、この間一緒に仕事をついね、うん、クイズ5プレイヤーズっていうのが出て、うん、リコもだポーカーなりマージャンなり、うん、エティもポーカーであったことで、まあ、ポーカーでね、ということで、あの遊び仲間ですついにね動画で一緒になりましたね。クイズすることなかったもん、僕たち、うん、ついにクイズするんだっていう、ね、本当だ、仕事もクイズもしたことなかった、ね、ということで、いつもね僕たちと遊んでくれてるコウちゃんと、はい、これからしばらく何本文化ですね、ご一緒することになりましたので、よろしくお願いします。お願いします。そんなこうちゃんを迎えてお届けするのは、はい、何するの。こうちゃんクイズ。こうちゃんクイズ、何それ。それ大丈夫、もてなしすぎじゃない。こうちゃんクイズ出しちゃうの。あ、もういや、せっかくねこうちゃんが来てくれたんで、もうじゃあよろしくないと思って。いやいや、勝てないだろ俺たち、こうちゃんクイズ出されたら。まあでも分かんないですね、やっぱ自分のことは意外に客観視できてない。そうか、逆に不利か。そんな逆に不利な気がする。いや、どんなルールなんそれは。まあ世の中にはいろんなこうちゃんがねいると思うんですよ。まあ、こうちゃんでいうとこのこうちゃん浮かべるけど、はい、他にもいるか、こうちゃん。はい、そうなんです、ね、うんうん、いるか。ということで今回は、うん、こうちゃんとあだ名をつけることがまあ可能だなというのが答えになるようなクイズになります。あ、なるほどね。あ、じゃあ我らがこうちゃん以外のこうちゃんがいっぱい出てくる。そうですね。あ、そう、はい、もう別に得意ではないことが分かりません有利さないもんね。ないです、別に、はい、ということで、まあ、答えは、まあ、こうちゃんと呼べなくはないなというものばかり出てくるので、はい、はい、気をつけて。まあまあまあ、まあ、はい、あとはまあ、普通の早押しクイズですね。あれ落ちて呼べればもうこうちゃんなんで、ね、はい、どうですか。わかりました。正解はプラス1ポイントで、後藤はその問題をお休み。はいよ、はいはいはい、はい、ます。なんだろう、今日いろんなこうちゃん出会うじゃないですか。そうだね。それでも僕のこと愛してほしいですいろんなこうちゃん出るけど、やっぱりこうちゃんといえば、ね、僕で会ってほしいなって思う視聴者の皆さんも、そこに座ってるのは別のこうちゃんやって思わないでほしいなって目移りしないでほしいよね。そう、ここだけはちょっと、はい、最初に心疲れてる、大丈夫確かに。じゃあ今一番いいこうちゃんが常にね、こう暫定こうちゃん、今こうちゃんじゃない。そこに新たなこうちゃんがこうね、挑戦者として来て、どっちがこうちゃんだっていうのを毎回ね。まあでも、まあなんだろう、ナンバーワンにならなくてもいいんですけど、もともと特別なのに。いやいや、槙原のりゆきさんの精神どんなこうちゃんが、うん、はい、早速やってみよう。はい、では参ります。はい、問題。紀元前206年に秦を滅ぼし、こう、おどり、さすが歴史だ。なんかね、ちょっと早いよ、そうなるの。なんかそうだね、紀元前とか言っちゃったの。そうそうそう、早いって、はい、早いよ。3問目のボケ方だもんね1問目でそうなる。1問目で出さないんだよ。紀元前206年に秦を滅ぼし、聖祖の覇王と呼ばれたこうちゃんで、後に劉邦と覇権を争ってやられるのは誰でしょうということで、こうが正解です。そうか、はいはいはい、確かにね、はい、いやでもさすがにクイズめちゃくちゃいい教えだったね、シンプルにクイズとして、うん、でもなんかちょっと偉大すぎるこうちゃん。え、挑戦者の方が強い、もしかしてこれ。こうちゃんランキングね、今結構強いの来ちゃったね。まあでも僕はまだ誰も破れてないから。そうかそうか敗戦してるからな、こうそうそう、まあ初戦が負け組のこうちゃんじゃあまだこうちゃん、暫定こうちゃん、まだ1位、暫定1位、暫定1位、まだいける。はい、では参ります。問題。いつもお腹を空かせており、ひまわりの種を持ち屋。なんだこれ。あー、うん、分かんなかった。え、ひまわりの種を持ち歩く。ポイントっぽかったけどね。コウペンちゃん、違うね。まあでもね、ひまわりだね。コウシ君。わー、いいねよね。はい、あの、トットコハム太郎のキャラクターね、コウシ君。ハムコウとか言おうと思ったんだけど失礼、失礼に当たるかもしれないからね。ハムコウ、失礼の可能性あるけど。ハムコウ感度で天秤かけて絶対当たらないコーペンちゃん言ったんだけど。はい、ひまわりの羽を持ち歩いているアニメトットコハム太郎に登場するこうちゃんは誰でしょう。はいはいはい、小牛君が正解。小牛君言ったね。そうか、一応世代か。あ、普通に見てましたよ。あ、そうか、ちょっと俺たちな。見てないからか。ハム太郎はすでに2問目ですよ。アニメのサブキャラの方出してくる。うん、いやね、でも可愛いからちょっと暫定1位。あれ、あるんじゃないんだ。あれ、いやいやいや、でも
あの今の要するに中高生はやっぱあんま知らないから。そうか、中高生認知度絶対僕の方が、それはそうだな、みんな知ってるもんな。じゃあこうちゃん、まだこうちゃん、暫定値いや、コーペンちゃんだったらあんな中高生認知度は危ないね。出んなよ、コーペンちゃん。やばいやばいやばい。はい、では参ります。問題、本名の読みは吉久とも吉中とも言われるこうちゃんで、いわゆる忠臣蔵事件において、大石蔵之介。他であのクイズに出るあの人ね、あのちょっとマジで出てこれ、ね、どうすいません、キラ光介之介。あだれこうちゃんだもんね、こうちゃんだもんね、うん、はい、まあ、こうちゃんでって言ってるんで、大石蔵之介はちょっとこうちゃんではない。確かに、はい、いわゆる忠臣蔵事件によって赤穂浪士の仇討ちの対象となったのは誰でしょうということで、吉良上野介。まあまあいいんだけど、上野介ってさ、そのなんか出身地の上野介だから取ってるんだけど、どうなってんだ。そこ上ちゃんだったら上野介の人みんな上ちゃんだけど、そうだよ、大丈夫なんとこは。上野介の人は別には上野介と言われているわけじゃないから。ああ、名乗れるだけで別に名乗ってないから。おお、そっか。ちなみに上野介っていうのは群馬っすよ。うん、群馬、まあ、僕群馬出身だから、だからもうどういうことかっていうと、もう、うん、僕カバーしてるってことですよ。こうちゃんもこうづけのすけでもあるんだよ。あるからもうなんか完全上位互換。全然こうちゃんだけで、もうなんか相手になんだよ。それ取っていいんだったら全員な、こうちゃん自分だってこうちゃんだもんな。それそうだよ、こうづけのすけだわって思ってます、いつも。群馬に帰るたび、あなたもこうづけのすけ、あなたもこうづけのすけ、俺ってこうづけのすけらしいって思って思って。じゃあじゃあカチカチカチ。さあでは参ります。はい、問題、歌舞伎奏で本忠臣蔵では史実でのこうちゃんに当たる役となっているこうちゃんで、南北朝時代に足利尊氏の執事として活躍。うん、こうの物名を。おお、こうの物名をね、はいはいはい、聞いたことある。すごい、でも忠臣蔵の吉良上野介之助に当たる役割として、カラデフォン忠臣蔵で、こうの物名が出てくる。こうちゃんがこうちゃんをやってるんだ。そうですね、こうちゃんこうちゃんやってるなって。なんかすごい構造だね。これはカバーされてないんじゃない？大丈夫？確かに。アンケート取ってみ、こうの物名って誰ですか。あー、そうかそうか、そもそものね、知名度アンケート取って。だってこんなんもう今、わかります、ここの問題を答えたこうちゃんは、うん、ファインプレーだなと思われてるってことは、確かにファインプレーだと思ってことは、そこまで認識されてないってことだから、そうか、まだまだ余裕。そうか、9歳まで言ったら10番とかで出てくるもんだよね。9か10だね、大体ね。じゃあまだだな、全然大丈夫。そうだな、じゃあ暫定1位だ。暫定1位。いやでもちょっと危なかったほんとマジでほんとにやべえ。いや、まだまだ、はい、まだまだいろんなこうちゃんがありますので、はいはい、楽しみだぜ。いきます、問題、終盤に素早く相手を追い詰めることから、こうちゃんの寄せと呼ばれた書。そこ取んのかよ。ちょっと待って、思い出す。谷川浩司さん。いや、あ、寄せって正直ちょっとだし、問題ちょっと変、ちょっと一応聞いてみる。はい、終盤に素早く相手を追い詰めることから、うん、こうちゃんの寄せと呼ばれた、うん、こうちゃんの寄せ。あ、すいません、高速がついこうちゃんが寄せ。高次の寄せじゃないんだからそこ、はい、高速の寄せでしょ、はい、うん、はい、将棋の17生命時に当たるこうちゃんは誰でしょう。違う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 、こうちゃんの寄せでそこで使ったと思って違うのあるかと思って消費されたと思った。いや、ちょっと待って、うん、谷川浩司。いや、そうだよ、かなり知名度、やばいよ、人気あるよ、うん、いや、ちょっとこれ一旦保留。保留保留とか保留あるの。わかるわかる、ですね、まずい、いい選手ね、うん、まずいまずいね、まずい、まずい、いや、敵強くなってた。まずい。はい、では参ります。問題、決勝ではフランスのヤニク・ボレルを破り、今年のパリ五輪フェンシング男子エペで金メダルを獲得したこうちゃんは誰でしょう。あ、じゃあ待って、ちょっと待って、それをさらっておくのはまだなんだよな。いや、金メダル取ったまでは昨日さ見たんだけどさ、ちょっとさらえてないな。いや、ちょっと待って、いや、ごめん、バスケで上書きされちゃったのよ、ちょっと全部終わってからやらして。そうそうそう、全部終わって、まだ期間中なのよ。途中はまだ覚えてないのよ。期間中だよ今。あー、ごめんなさい、言い訳を始めるみんな。はい、正解は加納光輝さん。カノンコウキね、そうかそうか、虹が輝くとか言って、コウキね、かっけー。数あるコウちゃんの中でも虹を含んでる。え、ちょっと待って、金メダル取ってるけど
けど、まずい。で、俺だってさ、小学校1年生に持久とかで1位。おお、おおおお、金メダルと張り合おうとしている。保留しなくて大丈夫。いや、なんかちょっと今話題感すごいからな。金メダリストな。まあちょっとこれも保留。保留しよう。増えてきた。コウキ選手保留。保留何個までいけるの？今ホールドできる。あと今日のコウちゃんのクイズの結果によっても変わるから。なるほどね。調子いいからね。今のところ優勝で1個抜ける。動画の途中ですが、カプリティオからお知らせです。8月9日、新作カードゲームカメレオンの下クイズ王へ挑戦が発売となりました。やったー。カプリティオチャンネルでおなじみの形式に新しい問題を加えた全5ジャンルカードゲームで遊んでいただけます。ぜひお買い求めください。では参ります。問題。こうちゃん歌合戦への出場をオファーされた際には本業は女優なのでという理由で、柴咲コウさん。いやあ、じゃあちゃんとこうちゃんだよこれ。でも待って、こうちゃん歌合戦、こうちゃん歌合戦ね。あ、すいません、紅白歌合戦でした。すいません、全国のこうちゃん集まるみたいな。だったら出なさいよ柴咲コウさん。確かにね、全国のこうちゃん集まって、こう結構けん玉やってね。確かに。あれ全員こうちゃん。宮間博士さんベースでやってね。しっかりこうちゃんでしたね。こうちゃんだったね。どうですか。いやでも柴咲コウさん本名じゃないから、これはだってもう違う。そうか。ちなみにランキングに入るかどうかちょっと分かんないんだけど、こうちゃん歌合戦ってどう思う。こうちゃん歌合戦のランキングをつけた場合、結構強いよな。どう思う、こうちゃん歌合戦ランキングに入れるとしたら、これはちょっとあまりにもちょっとランキングに入んないとして、さすがに負けてる。国民的番組だよ。ランク外でよかった。ランク外でよかったね。普通に去年の年末興奮しながら、あの実況ツイートしてた。そのぐらいこうちゃんの高瀬ですから。見ちゃうよな、こうちゃんの高瀬は。橋本環奈さんとあのちゃんの共演とか。すごかったあれな。あれもう、わーっつって。アイドルのとこね。参考記録でよかったね。よかった、危ない危ない。では、次の問題まいります。はい。問題。2017年にイラストレーターのルルペア、え、コペンちゃん、よっしゃー。来たよ、強いライバルが来たぞ。これどう思う。負けてるってさっき言ってたよ。え、どう思う。いやでもなんか、いやいや違う違う、確かにリンストでは僕の方が劣ってるかもしれない。中高生人気は高いんだけど。高い。でもなんか例えばさ、じゃあ皆さんがね、何か悪いことをしちゃった時に、うん、まあコーペンちゃんは肯定しかしないかもしれないけど、うん、僕はちゃんと正しい道に構成させてあげられるっていう点においては僕の方がいいんじゃないかな。で、ランキングは、で、まあ一旦最後までやる。そうだ、そうだ。保留ですかね。保留3個あるんだよな。ちなみに問題はどういう。ルルティアがツイッターに投稿したイラストから誕生した、うん、出勤して偉いのようにさまざまなことを肯定してくれるこうちゃんは誰でしょう。はいはい、肯定してくれるはこうちゃんしてくれるでしょ。違うんだね。それは肯定なんだ。じゃあ本当に高速の寄せはミスったんだね。だとしたら、ね、だとしたら肯定、肯定って言えてたもん今、うん、はい。じゃまだまだ問題、いっぱいやりたいんだよ、こうちゃんに会いたい、はい、問題。ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠が主な発生源となる。あーくそ、こうさん。審議。いや遅れたな、遅れたわ今。審議だろ。とうとう来たな。これ認知度高え。高えマジで。でもちょっと悪印象あるよね。疑られてるよ。そうだね。主な発生源となるこうちゃんで、うん、春頃に偏西風に乗って日本に飛来することもあるのは何ですか。まあそう、こうさだね。そうか。どう思う？なんかランキング多分入るのかな。世界的にっていうかね。うん。規模感ではすごいよね。そうだね。まあなんかいい勝負かなって感じ。こうちゃんとこうさん今いい勝負。え、保留するじゃん。まあ、で保留というか、まあ、最後まで対決が楽しみだね。あ楽しませてくれよ。保留とかじゃなくて。楽しませてくれるぜ。うん、では参ります、はい。問題。平安時代にこうちゃん大師こと空海が金剛無事を創建した。あ、本当だ。高野さん。いやいや、めっちゃベタモンっぽいのにこうちゃんに惑わされてよ。いや本当なんかこうちゃんに惑わされなければみんなもっと早かった。めっちゃ遅かった多分、ね、今その弘法大師もさ、こうちゃん要素あるから。そうだったね。なんか何聞くんだろうって私待っちゃったら。わかるわかる。もう一回問題聞くんじゃったね、はい。平安時代にこうちゃん大師こと空海が金剛無事を創建した霊場として有名な和歌山県北部にある地域はどこでしょう。高野さん。こうちゃん大師こと空海。あ、先生弘法大師。すいません。空海って言ってくれていいよ。優しさで足してるけど、空海がね、よかったよ。間違うぐらいなのな。そう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 。もっとみんな早かった
ったかもしれない。空海が創建で良かったけどね。まあなかなか山だからね。世界遺産とはいえ、そうか。勝てるかな。人類のなんか人類の尊さには到底及ばない感じがするよね。なんか誰が好きですかって佐藤健 vs 富士山とかになったことないもんね。そう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 。そもそもなんないんだよ。そもそもなんないから。こうじゃん。そうそうそう。それは俺です。それはそう。山としてすごいとかは 無理だから。そうそうそう。そんだけすごくてもね。相当すごいけど、ね。そうそうそう。すげーけど、やんないから。佐藤健 vs 富士山。しないから。ではまいります。はい。問題。現在の10代目は2018年に襲名を行ったこうちゃん屋の屋号を持つこうちゃんは誰でしょうか。こうちゃん屋か。どういうこと。こうちゃんは何でしょうか。誰も結局言ってないってことだよね。でもさすがに分かると思う。これ何々屋だから。何々屋でしょ。だってそう、まずそれだし、こうちゃんは。いや松本幸四郎さん。よっしゃー。すごい。あやったー。え、何屋。あ、すいません、高麗屋の間違い。高麗屋ね。高麗屋。はい。いやちょっと俺ね、この間歌舞伎見に行って。あそう、最近ハマってるもんな。出ててパンフレットにしっかり書いてあった。思い出せん、高麗屋、ね、思い出せん、マジで。こうちゃんやこうちゃんって書いてあった。うん、書いてあるか。あるか。そうかなかった。どう、松本幸四郎さん。やばいよ。大面積だけど、うん、でもね、まあ、これに関してはまだ全然勝ち目があって。あ、そう。マジかよ。大きく出たね。なぜなら、まだ僕が今後襲名する可能性残ってる。え、松本幸四郎。そうか。可能性あるか。あるある。高麗屋入りで。高麗屋入りの可能性がある以上、うん、まあ、まだ僕のが有名じゃないとか劣ってるとは言い難い。言い難いね。言い難い。オッケーオッケー。言い難い。そういう意味では、うん、まだ将棋の名人になる可能性もギリある。あ、谷川浩司さんと同じか。いやでもその場合、もう奨励会から入れないから、小山レオさんパターンで入んなきゃいけないから。それが無理だと思うなら高麗屋も無理だけど。そうだな、まっとうな意見だ。五輪金も無理になるから。五輪金無理だな。強いな、相手もな。相手も強い。では参ります。はい、問題。1924年に開場したことからその名がついた甲子園。おー、はい、甲ちゃん野球の聖地として知られる甲ちゃん野球。あ、確かにね、甲ちゃん野球か。甲ちゃん野球の聖地として知られる甲ちゃんはどこですか。甲子園球の。あー、よかったですよ。これもね、物だからね。物だな。物、場所。場所。まあでもね、ちょっとまずい。俺好きなんですよ。ああ、こうちゃん野球も結構見る。こうちゃん野球かなり見るか。見ますね。いつもこうちゃん野球見てるときに、うん、もし選手に怪我とかあったら、うん、僕がバタ、僕さばなきゃって思いながら見てるから。ああ、いつでも代打はいけるぞと。っていう気持ちで見てる以上、結構そのこうちゃん球場の、リスペクトが結構あるから。あるか。もし、うん、ランキングに入る可能性があったら厳しかったってこと。これは負けてました。危ねえ、よかったね。本当なかった。でもこうちゃんのバックには剣大高崎こうちゃんついてるからね。軌道破壊ね。そう、軌道破壊していくから。そうそうそう。まあ群馬っていうのもあって負けてないのはある。ではまだいる、はい、まだ問題いる。こうちゃん、はい、問題。2008年にこうちゃん立国の実現を目的に発足した国土こうちゃん省の外局である。ルーマン全員会。違うの。でもそういうことだよね。違うの。こう。ちょっと待って。こう。しかも2008か。結構最近。最近って何なんだろう。ねえ。16年前。ああ、観光庁。よいしょ。2文字目。2文字。危ねえ危ねえ。誰が呼ぶねん、こうちゃん。いや、真ん中のこう。2008年にこうちゃん立国、あ、観光立国の実現を持っている。いや、それも難しいんだって。っ観光のこう、こうちゃんって言わないだろ。はい、国土こうちゃん、あ、交通省の外局である、うん、こうちゃんは何でしょうね。で、観光庁。観光庁だ。どうですか、国の中枢ですけど。確かによく考えてください。うん、2008年ですね、うん、僕1997年生まれなので、うん、まあ11年も偉い。だいぶ先輩だ。先輩か。まだそんな若造にはな。あんま年齢上偉いとか言いたくないんだけど、偉い、俺の方が。そうだね。譲れないな。今までの覆さなきゃいけなくなるから、年齢が上が偉い。だとしたら、幸運に乾杯してるから。紀元前だからね。乾杯してる。乾杯してた。そうな。いやでもこれはこうちゃんの勝ちだ。まあまあ、一旦ね。ここで終わりたい。いやでは、結果ですけども、ももさん0点、
こうちゃん4点、お古川さん7点、うん、リコ1点で古川さん優勝です。いや、ほんとようちゃんとしてはね、すごい。ようちゃん。ようちゃんとしては。呼ばれてるか。呼ばれてるね。ようちゃんとしてはやっぱりこうね、こうちゃんも内包したい気持ちがあったんでね、いや、めちゃくちゃ嬉しかったですね。クイズ的に言うと、こうちゃんとガチンコでクイズするのは結構初めてというか、だったんですけど、普通に強くて、めちゃくちゃなんか嬉しかった。世代が違うから、同じ競技大会とかに出たことなかったから、こうしてね、ガチでできるのがめっちゃ嬉しくて、普通に押し負けたりして、ほんでなんかクイズおもろって感じがして、面白かったですね。あとは、果たしてどのこうちゃんが最終的に1位になったのか、はちょっと聞いてみたいなと思いましたね。今日は隣にようちゃんがいるので、ようちゃんいて、まあ、ようちゃんすら内包するぐらいの強さを見つけたかったんですけど、ちょっとまだ差が足りなかった、ね、ちょっとその差を埋められるような感じじゃなかった、強かったなと思いました。この後、ランキング発表させていただくんですけど、最初に申し上げたんですけど、仮にランキングで僕が劣っていたとしても、僕のことはずっと愛してます。そうだよね、もし負けてもだよ、もう僕は皆さんにとってかけがえない存在でありたいなと思ってる。これで1位のことある、この言い方この言い方で1位のことある。1位ダメをしてるしかないからね。どうなるんだろう、はい、孝志くんと谷川浩司さんはいける可能性多いんやかなと思って、ちょっと悔しいですね。悔しいです。下手くそ、感想言うの下手くそ。何年目なんですか。2問目のハムコーのところで、ハムコーではない、ハムコーのところではない、ハムコーの問題のところで、孝志くんね、ハムコーのコー、ハムって書くな。あ、確かに、ハムハムみたいな、はい、縦に書いてある。あって思ってたら、うん、集中しろ集中しろ、クイズに答えてもないし、自分の指ごとでもないし、しかもね、コーペンちゃんって言ったらちゃんと取られてね。そうね、はい、じゃあ最終的にこうちゃん、今までいっぱいこうちゃん出ましたけど、最終的なこうちゃんランキング1位をお願いします。はい、発表したと思います、うん、はい、こうちゃんランキング1位は、うん、コウサでした。コウサだろ。え、コウペンちゃんとかいろいろ言ったけど、コウサなの。コウサ、なんでコウサなの。やはり、こう風に乗って飛来するがかっこよかった。そこかっこよかったよね。なんか俺もそういう風に飛来したいなと思って、なんか世界中に飛来できるようなかっこいいコウちゃんになりたいなっていう、なんか憧れ、そうか、追いだけなんで、そういう意味でもコウサかな。ワールドワイドなところに憧れたんだ。そうですね。なるほどね。さあ、そして今回みんなでやります企画、こうチャンネルの方でもアップロードさせていただきます、はい、またこの後こうちゃんがやっていただくクイズ企画をカプリティオチャンネルでもですね、配信することになっておりますので、ぜひこれから数日間お楽しみいただければと思っております、はい、以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、X のフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。こうチャンネルの登録もよろしくね。お願い。